共通テスト、前日なりました。えー、緊張している方も多いのではないでしょうか。私もセンター試験の時に、もうネガティブなことばっか考えて <laughs> 過ごしてました、ね。うまくいかなかったらどうしようなんてね、考え出したらキリがないじゃないですか。で、まあ、緊張だったりとか、不安を感じている方も多いと思います。でも、それはきっとなくなりません。不安は一個取り除いてもいっぱい出てきますからね。でも、もうここまで逃げずに、前にちゃんと進んできた。だから今日があるわけなので、 いろんな思い、いろんな悩みと向き合って今日を迎えられた自分をぜひ褒めてやってください。すごいことだから、めちゃめちゃかっこいいから、みんなは。ね、そう思って過ごしてほしい。で、できれば、今までやってきた勉強ね、内容を見返して、うわ、こんな日もあったな、こんなことやってきたな、もうよくやったな、私、よくやったな、俺、って。 ね、自分の中の自己肯定感を高めてゆっくり休んでくださいあの土日はねちょっと天気の悪いところも多くなりそうなので足元気をつけて受験会場に向かって是非楽しんできてもらえたらと思います心から応援しておりますそれじゃあまた明日ねおやすみ